of needs machine full power. Cyborgs on the scene, the final hour. Battle fierce, battle strong. Let's go, let it rip. I'm a big battler, take this challenge. Fight for the light to bring back the balance. Faster than what you've seen before. Let's go, let it rip.衛星都市のエナジー供給率は安定してきており、市民生活にも問題は起きていないようです。民は皆サンバーストで暮らせる幸せを陛下に感謝しております。良い香りだ。アウグスト様にと農園のものが届けに参りました。新しい用水路のおかげで今年は作物の出来がいいそうです。太陽の恵みが生み出す味わい、フレイムの連中には真似できないでしょう。この調子で都市や農場を拡大していけば、奴らも我らに反旗を翻したことを後悔するはず。フレイムの悔しがる顔が目に浮かぶようですな。しかし、さらなるテラフォーミングを進め、工作地を拡大するためにはエナジーが。我がサンバーストの太陽光発電では限界があります。わかっている。だからこそウォーリアーズバトルに勝たなければならない。この荒れ果てた星を緑豊かな大地へと生まれ変わらせ、かつての祖国のような王国を築くことこそ我らの悲願。サンクチュアリのエナジーチップがあればそれが可能になるのだ。確か次の相手はライトニングでしたね。ライトニングなど我がサンバーストの敵ではありますまい。フレームを破って番狂わせを演じてはいますが、ここは手堅く勝ってフレイムに違いを見せつけてやりましょう。ですが油断は禁物かと。何？フレイムを破ったライトニングのウォーリアーはなかなかに強力です。我々も気を引き締めてかかりませんと。マリウス、ベイファイターのお前がそんな弱気でどうする。お前には陛下を支え、サンバーストのために勝利する気概はないのか。いえ、私はただ黙れ。所詮のストーンとのバトルでも本来お前が出るべきところを陛下のお手を煩わせおって、次のライトニング戦はお前が戦え。そして必ず我がサンバーストに勝利をもたらすのだ。はい。ストーンとのバトルは私が自ら望んでしたことだ。そうマリウスを責めるな、パウ。ですが陛下。よせと言っている。はあ。気にするなマリウス。パウルはバトルで力になれない自分に苛立っているだけだ。アウグスト様。焦らずとも、いずれお前の力を必要とする時が来る。お前も私と同じ、サンバーストの未来を担う選ばれし者だからな。選ばれし者。私がウォーリアを呼び出せたんだ。いやはや、これは大変なことになりましたが、あのようなものがアウグスト様と同じベイファイターとは。
平民の子が我らの代表になるのか。見事だ、よくやったぞ。名は何という。マリウスと申します。歓迎するぞマリウス、選ばれしベイファイターよ。アウグスト様。サンバーストの未来のため、私と共に戦ってくれ。はっ、身に余るお言葉。あの時のことを私は一生忘れない。そして決めたんだ、この命を懸けてアウグスト様にお仕えする。サンバーストのために戦うと。選ばれしベイファイターとして。大変です陛下。何事だ。第四衛星都市のソーラーパネルに大規模な損傷が発生しました。何。第四だと。はい、近頃第四衛星都市近辺で頻発している地震の影響かと。陛下、第四といえばフレイムとの国境地帯。おそらく地震の原因は。分かっている。至急フレイムのバーガス将軍を呼び出せ。サンバーストとの国境近くに新たに開発中の地熱プラントが順調に稼働を始めたようです。そうか、よくやった。他の基地にもこのことを伝えてやれ。はっ、一層の励みになります。閣下、サンバーストよりホットラインに緊急通信が入っております。サンバースト、あの若造か。つなげ。これはサンバーストの若き国王陛下、わざわざ何の御用かな。単刀直入に言おう。我が国と国境を接する地域での資源開発は即刻中止してもらいたい。ぶしつけに何を言い出すかと思えば、フレイムの領地で我々が何をしようと他国にとやかく言われる筋合いはないが。そうはいかん。そのせいで我が領地内の都市に被害が出ている。これは明らかな条約違反では。ならばその被害とやらが我が国のせいだという証拠でもあるのか。なんだと。ふざけたことを。むしろ迷惑をしているのはこちらの方だ。国境近くに衛星都市など作られては目障りでしょうがない。いっそ撤退したらよかろう。貴様、なんという無礼な。リドリ、もともとお前たちが勝手に引いた国境だ。我が国が認めたわけではない。面白い。認めないというならどうする。我がフレイムは鍛え上げられた鋼鉄の肉体に炎の魂を宿した屈強なものばかり。いつでも相手になるぞ。何、言わせておけば。まずはウォーリアーズバトルで思い知らせてやる。フレイムとサンバースト、デスランディアのリーダーにふさわしいのはどちらなのかをな。生意気な小僧め、お村に命じろ。次のストーンとの一戦必ず勝利せよとな。これ以上サンバーストに遅れを取ることはならん。己フレイム、かつての君主に対して何という比例。陛下、国境に兵を集めますか。無用だ、奴らも本気で事を起こす気はない。フレイムとの決着はウォーリアーズバトルでつけるが、その前にまずはライトニングだ。次のバトル、ライトニングを下し、フレイムとの差をさらに広げてやろう。なあソラ、もっと飛ばしていこうぜ。だからこれ以上スピードを上げたら危ないの。平らな道走ってるんじゃないんだから。それよりさっきからナビの調子がおかしいのよね。故障してるのかな。それは妙だな。このルートに磁気嵐の兆候はなかったはずだ。おいおい、サンバーストとのバトルに遅れたらどうするんだよ。俺の大事な試合が待ってるんだぜ。うるさいな、分かってるわよ。あ、ニコ。おいニコ、何やってんだよ。やっぱりだ、嵐が来る。あ、風がそう言ってる。本当だ、風が騒いでる。ナビの調子が悪かったのはこのせいだ。中にいてよくわかったな。うん、まあね。じいちゃん、もうじき嵐が来るよ。
本当か？センサーより早く察知するとは、さすがは風の申し子たちだな。ソラ、嵐を迂回するコースに変更だ。了解、任せて。戦いはもう始まっている。戦場を知り尽くすことこそ勝利への第一歩。地形、気象条件、私に今できることは十分に情報を手にし、勝つための戦略を立てることだ。この地に眠るエナジーチップ、必ずやアウグスト様に。サンバーストの勝ちだ。いよいよ俺の初バトルだぜ。頼んだわよ、アル。頑張れよ。ああ、任せとけ。来いよ、アウグスト。俺のライトニンググリフィンと勝負だ。アウグスト様、ここは私にお任せを。パウル公に言われるまでもありません。私もアウグスト様のために戦いたいのです。選ばれしベイファイターとして。よかろう。サンバーストの力、ライトニングに見せつけてくるがいい。はい。なんだよ、どういうことだ。アウグスト様が出るまでもない。お前の相手はこのマリウスとソルオータスだ。ソルオータス。ライトニンググリフィンにソルオータス。アウグストのセーブルライオンじゃないのか。すでに一勝している余裕ですか。だがこちらとしては好都合だ。サンバーストとライトニングの第二のウォーリアの戦力、しっかりと見ておけ。はっ。せっかくセイブルライオンと戦えると思ったのに、とんだ邪魔が入ったぜ。邪魔か。サンバーストをアウグスト様だけだと思ったら痛い目を見るぞ。ふん、やれるもんならやってみろ。行くぜ。スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。ゴーライトニンググリフィン、イデオソルオータ。あれがソルオータス。先手必勝、一気に決めてやる。そうはさせん。どうした、かかってこい。こいつ、行け、グリフィン。どうして攻撃してこないのかな。何か考えがあるのか。危ねえ。落ち着け、ある。もっと慎重に行きなさいよ。鳥には翼があるものだ、知っているだろう。ああ、そうかい。俺のグリフィンに空中戦を挑むとは、いい度胸だぜ。叩き落としてやる。できるものならな。グリフィン、ひるむな、オータス。
すごい空中戦なの。グリフィン早い。機動力はオータスよりも上か。だが下がれクリフィン。まだだ。そんなもん当たるかよ。それはどうかな。ある。心配するな。今のはちょっと油断しただけだ。ちょっと大丈夫？おかしいな、急に動きが。どうした、ライトニングの戦士。ついに時は満ちた。このバトル、私の勝ちだ。何言ってやがる。この程度でやられるもんか。しまった、グリフィンの動きが鈍かったのは気流のせいだったんだ。その通り。輝く太陽が真上に達した時、このサンクチュアリには嵐のような風が吹き荒れる。なんだと。乱気流か。強い日差しによって温められた空気が上昇気流を引き起こし、サンクチュアリに荒れ狂う突風を生み出したんだ。なぜ気がつかなかった。ヤツがひたすら逃げ回っていたのはこのための時間稼ぎだったのか。ふざけやがって。グリフィン、どうした。こんな風に負けるお前じゃないだろう。あいにく風を支配するのは太陽だ。何？行け、ソルオータス。休まず攻めろ。反撃の機会を与えるな。なんであいつは自由に動けるんだ。条件はグリフィンと同じなのに。すでにこのサンクチュアリは徹底的に調べ上げてある。荒れ狂う風がどのような軌道を描き、どう流れているのか、今の私にはその全てがはっきり見えている。やばれるか。勝つのは我らサンバーストだ。ある。風に流されることまで完全に読まれてる。そうだ、それでいい。これがマリウス、お前のバトル、選ばれし者の力だ。この勝利、アウグスト様に捧げます。ソルオータス。くそ。俺たちの味方だ。落ち着いて風の声を聞くんだ。風の声。風に逆らっちゃダメだ。風に全てを委ねればいい。風に委ねる。そうだ、俺たちはずっとそうしてきた。ライトニングを吹き抜ける風と一つになって生きてきたんだ。余計なことを考えるな。感じるんだ、風を。そうすれば風は必ず答えてくれる。ついに観念したか。とどめだ、ソルオータス。何？ソルオータスの攻撃をかわした。逆らうな、風に身を委ねるんだ。風は俺たちの敵じゃない。なんだと。忘れたのか、俺たちは風の民、ライトニングだ。バカな、
私がようやく調べ上げた風の流れをこんな短時間で見切ったというのか。うろたえるな、マリウス。まだ勝負が決したわけではない。お前も誇り高きサンバーストの戦士なら最後まで諦めるな。そうだ、私はサンバーストの選ばれし戦士、決して負けはしない。今度は俺たちの力を見せつけてやる番だぜ。おお、まただ。グリフィンのパワーが上昇していく。行くぞ、グリフィン。オータス、クロスファイヤー。何？俺の勝ちだ。やったー。さすがだぜ、アル。よくやったな、アル。まさかライトニングが連勝するとは。しかしサンバーストが敗れたことは我々にとって大きなチャンスと言える。負けた。自らバトルを買って出ながら、なんという失態。立て、マリウス。アウグスト様。悔しければこの経験を糧に強くなればいいだけのこと。はい。それでこそサンバーストの戦士だ、ライトニングよ。我々に二度の敗北はない、覚えておけよ。このバトル、俺たちに負けは許されない。ストーンごときを相手につまずいている暇はないんだ。貴様に誇り高きフレイムのエースの力を見せてやる。そう、我らはフレイム。鋼の肉体に炎の魂を宿す不屈の戦士。闇を払い、未来を照らす不滅の炎。次回、ベイウォーリアーズサイボーグ、屈傷。燃えろ、トーチファイヤーブレイズ。